はい、ハン君が言ってるテーマスでということで、早くも第2回やってまいりました。隣にいるのはガリ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 、はいはいはい、待ってましたよー、ガッキュー。今日も暑いね、今日も暑いね。今日もスペシャルなゲストを、忙しい中ありがとうございます、紹介させてください。まずは山田直樹選手、よろしくお願いします。ずっと見てました、僕の方が見てました。僕は小学校の頃から見てました。すいません、僕、あなたが高校ぐらいの時でした。すいません。ですよね、僕の勝ちです。ありがとうございます。何これ。石原ひろかず選手でーす。ありがとうございます。小3からやらせてもらってます。ベルマーレ、ベルマーレ、小学校3年生からベルマーレ。はい、もうじゃあもうベルマーレだね。まず改めて今日はよろしくお願いします。お願いします。そして今日で2回目、早くも2回目ということで本当にありがとうございますというのと、前回はあの小馬匠と天馬、まあ呼ばしてもらって、その時に出たのがあのどんなことやろうかというところで、まあクイズとかどうだっつって、クイズとかいいんじゃないかお互いにまつわるような。だから今回は、湘南クイズと題して、クイズで対決、もしも俺が勝ったらベルマーレの試合のチケットをもらえたりしたらどう、嬉しいって話してたんで、それはで、それ大丈夫ですか。問題ございません。3人いるから3回分いけたら嬉しいな。いやいや、もうね、もちろんですよ、それはそれ OK、それ OK、どうか。でもちょっとやっぱ罰ゲーム要素みたいなのも欲しいなっていう、俺からの勝手なあれだけど、はい、その場合、ガリがこのハン君ベルマーレ企画ゴールするまで、ヒゲ伸ばしてください。怒られちゃうよ。怒られちゃうよ。罰ゲームですからね。怒られちゃうよ。怒られちゃうけど、すいません、罰ゲームなんでって言う。しゃあない。まあ勝負ですからね。まあそんなこんなで戦いの、火蓋を切って落としていきたいと思います。はい。俺も事前に問題知らないんだけど、iPhone の方に、問題が届くようになってるんで、いきますよ。まずタイトル、ででん。湘南にまつわる PK クイズ。なんで PK か分かったけど、一発ずつってことだよね、5本勝負だと。あ、そういうことか。なるほど。で、PK、あ、でもこの場合はね、ペナルティーキックじゃないからね、PK も略がある。ガリ、これ PK って、この場合の PK は何の略だっけ。パイナップルキングですか。パイナップルキングってなんだよ、ガリ。ルールいきますね。はい。個人戦になります。クイズ対決です。問題は全部で5問で、最終的に正解者の多い方が、勝者となります。サドンデスの場合はオンラインじゃんけんになります。あ、ね、制限時間内に、手元の紙にペンでお書きいただき、一斉に回答をオープンしてください。問題です。ででん。湘南エリアの観光地として有名な江ノ島ですが、はい、この江ノ島の名前を使った名物丼、江ノ島丼はある海産物を卵で閉じてます。ではその海産物とは一体何でしょうか。感覚だわ、もう感覚。王道言ってたのに。俺王道っすね、わかりました。うん、で、俺らちょっとクセめのやついこう。クセめのやつ。じゃあ、全員で出しますよ。はい。じゃあ、皆さん答えをどうぞ。ペン。これ誰か当たってるよ。よしよしよし。そう、シラスは王道じゃないですか、やっぱり。そうね、シラスじゃないんですよ。え、マジで？来ました、正解。この中に正解はありません。じゃあ、俺は今答え来ちゃってるけど、もう一回やってみる？誰かが当たったら、第1問目はもうベルマーレの勝利。でも逆に外れたら、今のままだとイーブンじゃん。だからこれもう一回チャレンジすることで、もしも外れた場合、俺の勝ちでいい。そしたら休憩でいいか。
正直でも今の3つ以外は結構難しいです。俺江ノ島に遊び行った時とか遊び行く時とか絶対食うかも。ああ、マジですか。え、大ヒントじゃないですか。答えを一斉にお願いします。どうぞドン。正解は、はい、サザエ。すごい、なんで分かったの。いや、やっぱ江ノ島行ったら食べますよね。食べる、悔しい。食べます、食べます。食べるよね、これ食べに。じゃあね、落ち着いたらみんな食べに行きましょう。そしたら、はい、行きましょう。ぜひ。はい、第2問。はい、湘南エリアの有名な鉄道といえば、路面を走る通称江ノ電ですが、すいません、ね、江ノ電ですが、全停車駅15駅の鎌倉栗沢以外の駅名を分かるだけお書きください。無理ひらがなで、ひらがなで OK。 以上です。やべ、全然書けなかった。栗沢から行きますね。やっべ、俺すっげー忘れてた。行きます。見せながら行きますか。そう、じゃあ行きます。はい、じゃあ出しましょう。全然合ってくるから。違って。え、全然合ってない。藤沢から発射しますね。藤沢。石神か。石川って書いちゃった。はい、次いきます。柳小路。これ忘れちゃいけなかった。俺もう、公家沼。公家沼ね。公家沼海岸って書いちゃった。あ、ダメだよ、ダメだよ。ダメ。ダメだよ。小田急線ね。いやー、小田急か。湘南海岸公園。お待ちかね、江ノ島。お、江ノ島行こう。ありがとうございます。腰越えやりました。友達の最寄り駅だ。そうだ。俺も腰越え超いっぱいいるよ。もう全員に怒られちゃうよ。俺も鎌倉高校前。はい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 。霧ヶ浜。うわ、やべ、里がないね。じゃあ OK ですか。砂糖がないじゃない。ちょっとごめんね、ちょっとごめんね。はい、山田くん。はい、なんでしょう。湯河原出てこないんだよね。大磯も来ない。そう、平塚はね、好きすぎ、それ好きすぎ。やっぱりそれ、よく見たら全部東海道線。東海道線だよ。湘南何年目っすか。ごめんなさいよ。極楽寺。はいはいはい、いただきます。そしたら長谷。はい、長谷。おお、いいね。長谷。由比ヶ浜。由比ヶ浜、はい。和田塚。そして、鎌倉です。終点鎌倉到着しました。これが、江ノ電の、停車駅です。全部でした。ガリ何問正解しましたか。私はですね、4問ですね。石原くんは3です。3問です。はい、ここしか書けなかったけど、ここ中5個いきました。江ノ電の停車駅、クイズ、5問正解ということで、いただきます。よっしゃ、いきます。第3問、ベンベン。来ました、湘南ベルマーレ。チャンス問題。おっ、チャンス問題。湘南ベルマーレといえば、過去現在と数多くの有名選手を輩出していますが、ベルマーレの通算得点ランキングのトップ10のうち1位と7位をお答えください。ピンポイント1位と7位1位と7位でもこれピンポイントむずいじゃん。だからトップ10の中に入ってる2人 ?3 人っていうのどう？ランダムでいいから。純粋に1位が当たったら得点でトップ10まで入ってて、1位だったら10ポイントとかにしといて、で、足してポイントが高かった人が見たいっていう。でも1、2、3狙いに行くみたいなこと。そういうことですね。狙いますか。皆さん発表お願いします。せーの、ドン。
どうなのかな、その、わかる。いきます。はい、第10位は、はい、柿本選手。おお、柿さんですね。第9位、栗原選手。ああ、栗さん。第8位、加藤選手。そして第7位、ロペス・ワグナー選手。おお、来ましたね。俺も入った。第6位、お、石原直樹選手。直さんか。じゃあこれカウントされてないでも。第5位、高田選手。高田さん、はい、はい。第4位、アジ。おっしゃ、いい。4位。すごい。第3位、野口選手。山口さんだ。第2位、ベッチリオ。オーケー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 。すごい、すごいじゃない、すごいじゃない、すごいぞ。ほら、すげえ汗かいてきちゃったんだけど、すごいな。まあでも俺が一番汗かいてる理由はここにある。なんですか。第1位、坂本浩志。あー、やったじゃないですか。そうっすよ。そっか、そうなんですよ。すごいなんで。こういうこと。ちょっと待って。ボランチのイメージしかない。ちょっとごめん。一回、浩志に謝りの電話。ちょっと言えててくださいね、今。でも今の第3問は、ベルマーレチームの、勝利でーす。ありがとうございます。第4問。そりゃそうですよ。今回、ハン君チャンス問題。いや、まあそうですね。だからね、こう言って帰ってくる。いきます。湘南エリアの出身アーティスト。湘南の風ですが、ありがとうございます。ありがとうございます。4人でやってます。4人です。はい。カラオケでもカロリー消費が高いことで、有名ですが、なんかね、カロリー高い。いや、カロリー。やっぱ、体も動かしますしね。そのタオル回して、歌ってくれる曲が「水蓮花」って曲なんだけど、あの曲7分以上あんの。ああ、高いっすね。うん、だから多分それだなって思ってる。尺の問題、尺の問題です。いきます。カラオケ機種ジョイサウンドで、あ、ジョイサウンドが公表している人気曲ランキングトップ10のうち3位にランキングした楽曲名をお答えください。うん、3位をピンポイントで当ててくれってことですね。じゃあそうだね。俺にとってはこれは自分たちの曲言えばいいんだから、それはそうだね。準備はよろしいですか ?1 曲書いていただけたら。それではいきます。第3位にランクインした曲は何でしょうか、答えをどうぞ、ドン。ででん。お。ちなみに皆さんすげえ感じバッチリです。ありがとう。わざわざ本当漢字まで書いてくれるなんて本当嬉しいです。ありがとうございます。いや本当に愛感じるな。漢字で書いてくれるとこマジで最高。二人とも最高マジで。いや嬉しいな。いいね。全然危ないわ。みんな被っちゃったな。ジョイサウンドね、公表されてるトップ10のうち、3位にランクした、湘南の風の楽曲は何でしょうか。答えは。あゆたー、出し問題です。湘南エリアの観光名所といえば鎌倉の大仏ですが、鎌倉の大仏をお書きください。制限時間は大体3分。ちなみに、勝敗の判断の方法ですが、誰が一番似ているか、4人が自分以外の絵を選んでくださいということです。最後の問題、大仏を描く。いいですね。石原君はやっぱ藤沢出身だから、はい、小学校の時とかさ、その修学旅行的なのとか、はい、体験学的なやつかとかで、はい、鎌倉めぐり来ましたね。だよね、やっぱエリアだもん、ね、はい。いや、行ったことないっすね。これからだ。はい、ちょっと感覚で書いてます。
感覚やばい。僕もできました。早くない？はい、これはどう？ OK です、完璧です。よし、負け心ないんでバレちゃうよ。OK、じゃあ、はい、勝った方が、勝利ということで、まず、それぞれの絵を見せてください。大仏はどんなでしたか？どうぞ。でーでーん。で、うわぁ、違う。こ、山田くん、それもう、室内？いや、もう輝いて、輝いてて、もう。輝いてるね。はい。そして、石原くん。はい。そのまま立ち上がって、ブレイクダンスとかできた。顔はこんな感じでしたよ、絶対。そうだよね、でなんかそんな感じ。でも大阪のおばちゃん感もあるよ。ガリー、はい、見えますか？見えてないですかね。もうちょっと寄せましょうか。大仏の受付の人でしょ。ガリは入り口の方で、で入ったらあえて山田君みたいに見えちゃうから、その手前で日曜日にヨガ始めた大阪から引っ越しちゃおばったところもね、参考しに来た。勝者を、消したいと思います。はい、皆さん準備はいいでしょうか？はい、俺ちょっと悩んでいいですか？見てください、僕のこの大仏様の顔。いい顔してんね。結構こだわりました。優しくも一回正解見ようか。あ、はい、そうですね、どんなもんかっていうのはちょっと確かに見た方がいいよね、見てからのがいいよね。はい、正解出します。正解です。全然見えません。おー、 なるほど。じゃあ俺は山田くんに1票を出しました。おー、やった、嬉しい。あのね、やっぱ笑顔が素敵。あー、この顔ですか。うん、僕はもう純粋に、まあ、ハンドかな。うわー、どう？書き慣れてますけど、なんか結構書かれてますよ。中1で大仏書いて、大体めっちゃ書いてる。めっちゃ書いてるんですか、大仏の。じゃあ石原くんはどなたに1票ですか？僕はハン君さん。本当？本当？ちょっと上手すぎます。そうね。じゃあ最後山田君、じゃあ誰に一票か教えてください。うわぁ、ハン君さんで。あー、終わった。じゃあ、あったぜ。第1戦目ベルマーレ、第2戦目、僕果たしてもらったのかな。で第3戦目ベルマーレ勝利の第4戦目僕勝利出してもらって、2対2で訪れた第5戦最終戦、3対0いきました。ハン君でした、ありがとうございます。はい、この勝利したということで観戦できるってことだったら、もう本当に近いうち絶対スタジアムに応援させてもらいたいんで、よろしくお願いします。いやー、もうよろしくお願いしますよ。3回行きます、3回絶対行きます。3回やりますね。よっしゃ、お待ちしてます。ちなみに山田くんはみんなから何て呼ばれてるのか？はい、僕は直樹かヤーマンです。ヤーマン？ヤーマン。レゲエでヤーマンって挨拶があるんですよ。もちろんみたいなことだったりとか、元気みたいな挨拶とか、いろんな多岐にわたって使える。ジャマイカといえば、レゲエといえばヤーマンみたいなぐらい、これはトラディショナルの言葉で、ヤーマンって呼んでいい？はい、ぜひお願いします。途中からヤーマンに変わっちゃうと思うけど、俺の。ヤーマン、ヤーマン、ヤーマンってこれなんですよ、ヤーマン。お、ちょっと待って、何かかる。じゃあ石原くんはみんなに何て呼ばれてるんですか？僕はヒロか、まあヒロカズ。ヒロカズ？あ、ヒロ、まあどっちかっていうか。僕はまあみんな呼んでないですけど、パイナップルキングとは呼んでますけど。すいません、今日パイナップルパンツ履いてます、今日。パイナップルズボン。パイナップルキングいたじゃん。遅い。すいません。パイナップルキング。パイナップルキングいたじゃん。ヤーマンが今このご時世、やっぱ今まで体験したことない時代じゃん。はい。で自分もサッカープレーヤーとしてこういろいろやっていく中で、まあ自分にできることだったりとか、あとはまあこう今思ってることとか何かあったらちょっと聞かせてもらえたら嬉しいな。過去を見るんじゃなくてしっかり前を向いて僕は行きたいと思ってて。なるほどね。
まあ、その中で自分がすごく大事にしている言葉っていうのは、今大切なのはいつも今っていう言葉があって、お、まあ、過去を見るより今を一生懸命生きて未来につなげていきたいってことは自分の中常に持ってるんで。なるほど。まあ、その言葉を言っても僕たちはやっぱサッカー選手なので、うん、言葉で言うより今頑張ったことをそのスタジアムだったりピッチで出せるようにしたいと思ってるので、まあ、そんな僕たちの姿をいつかまた満員のスタジアムで皆さんに見てもらえるように今頑張らなきゃいけないなってすごく思います。なんですかね、結構、まあ、結構最近、去年ぐらいからなんですけど、うん、まあ、やっぱ見てくれてる人たちの心を動かすっていうのをテーマというか、うん、にサッカーをやってるよ、やるようになってて、うん、でまあ、多分歌とかもそうだと思うんですけど、うん、まあ、なかなか、まあ、サッカーとかそういうので人の心を動かすっていうのって難しいことだとはやっぱり思うんですけど、まあ、それでも、もう見せるプレーだったり、本当泥臭く戦ってミスを恐れないで前向きにチャレンジするっていう姿勢っていうのを本当の本気、そこの本気を見せればやっぱり人が感動してくれたり、まあ、前向きな気持ちになってくれたりすると思うんで、とにかく全力で本気でっていうのを今は意識してやってるんで。はい、だからいやーもう響いた、あの今日の一言みたいな形で、もらった言葉を、ちょっと文字にしていって、あのそれを紡いで最終的に歌詞にしていけたらなって思うので、ヤーマンから俺は今日もらった言葉、今日の一言はこれです。ダダン、本人も言ってました、大切なのはいつも今。これはどんな仕事だったりね、あのどんな人たちにも言えることだし、俺も今この時間、今この Just Now にみんなとこうやって話できて、ベルマーレのみんなとこうやっていろいろ会話が交わせてるっていうことだけで俺は本当に嬉しい、本当に大切だな今がって本当思います。素敵な言葉ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。そして、パイナップルキングいただきました。いろいろからもらった言葉はこれです。じゃじゃん、ジキタンです、すいません。心を動かす、これはやっぱアーティストとしてもだし、プレイヤーとしてももちろんガリもそうだし、いろんなあの役割があって、いろんな人たちが同じ気持ちで一つに向かって心を動かすってとこに向かって、みんなが動いてるんだろうなってやっぱ思うと、やっぱこれはすごくでっかい、みんなをつなげるでっかいキーワードなんじゃないかなと思いました。あの今音、その曲なんていうのかな、こんな音に乗せて歌を作ったらどうだっていうところで、まず歌詞も進行してるんですけど、先にこんな音はどうだっていうことで音を用意させてもらったんですけど、ここで一回流してみてもいいですか。え、これ僕らの会で初ですか。初初やった、嬉しい嬉しい。ということで、まあこんなぐらいな感じを広げていけたらと思うんですけど、どうですか感じ。いや、僕はめっちゃ好きです。最初とか入りとか、こういう音だったら。でもなんかね、それこそまだお話できてないけど、サポーターの皆さんとかと、もしも選手のみんなとかと歌えるときに、やっぱりこうちゃんとじゃないけど、こうなんかみんなで声を上げて一つになれるような歌のパートがあったらやっぱいいなと思うんだけど、そういうのとかって結構みんなもやっぱ試合中とか聞こえるとやっぱ気持ちも上がるでしょ。めちゃくちゃ上がりますね。こういうのちょっと一緒に作りたい。選手が聞いて上がるメロディーとかさ、そのなんか、うん、でサポーターの人もまあね、これからお話しさせてもらう人も歌いやすいとか気持ちが入りやすいとかで、ガリが目立ちやすいとか、
てるっていう。実際本当に歌ってもらって声とか入れたい、入れてもらいたい。大体はみんなだけで歌うとかやったらそれもすげえ逆に聞いてみたいなみたいな。選手、サポーターのみんな、フロントのみんなとかベルマーレのみんなが歌ってるのとか 見れるというか聞けたらちょっと泣いちゃうかもみたいな。本当そこで初めて本当に一つなんて戦う曲になるのかなみたいな。めちゃくちゃ楽しみですね、それは。もうめっちゃ楽しみ。もしかしたら今日の一言みたいなのが入ってるかもしれないってことですよね。絶対入ってる、絶対。絶対入ってる。やば。めっちゃ嬉しい。じゃあ本当に今日はね、本当盛りだくさんありがとうございました。クイズから、いろんなお話聞けて、本当にこれ見てる、人たちもすごく楽しんでもらえると思います。本当に僕も何よりも僕一番楽しんでやったんじゃないかなと思うぐらい楽しかったです。ヤーマンとひろかず AK パイナップルキングに来てもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。カリ、次もよろしく。よろしくお願いします。楽しかったです。マジックモメン TV、 はーっはねー。 TV